私が今一番知りたいもの、それは片付け方です。はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週もここから30分間お付き合いください。お相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いいたします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。片付け方、自分ルールってありますよね。多分こう、ここまで散らかっちゃったら片付けようかなとか、散らかる前に片付けようかな。小室よりどちらかというと、割とここまで溜まったらやるかっていう片付け方ルールなんですけど、これね、ただの言い訳なんですが、時間のね、あの時間って24時間しかないじゃないですか。その中でいかにこの片付け時間を確保するかって結構戦いになってまして、いかんな、忙しいのはね、多様なのはすごくいいことなんですけど、その分その片付けタイムをね、こう切り取ってしまうのはいかんなという反省に最近陥っております。で、片付け方ってどうやんのって、もちろんね、このインターネット時代なので簡単に見つかるは見つかるんですよね。ということで、片付け方のコツとしては、時間を区切ること、好きな音楽をかけること、片付け後のご褒美を用意すること、そしてどこから始めるか、簡単な場所、範囲が狭い、特に目によくついて普段よく使う場所から、こんなところから始めるといいよ、なんていうことが結構書いてあるんです。じゃあこれをね、自分ごとに置き換えるとどうなるかというと、そうだな、水回りとかお手洗いとかお風呂っていうのはまあちょこちょこやってるんですけど、一番問題なのは自室です。自室の、帰ってきて置いた荷物がそのまんまだったりとか、はい、母に洗ってもらった洗濯物がこうタンスの手前に置いてあったりとか、お恥ずかしい、はい、こんなことがあるんでね、どこでやろうかな、これただの自分への宣言ですよね、はい、そうだな、ズーム会議がこう丸一日入っているような日があるんですけど、このズーム会議が終わってで、ちょっと体をほぐした後の5分、ここでやろうかな。ないですかこういうの。またはね、ご家族にいつになったら片付けんのよって怒られてるやつ、きっとあると思います、はい、もし自分ルールの片付け方あったら、メッセージで教えていただきたいです。小室ゆりに片付け方教えてください。ということで、今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。このコーナーは私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。ということで、今週は後半コーナーの若梅さんとの連動企画として、浮気にもね、求めるものが実は男性と女性で全く違っていたという、離婚の経済学というこの書籍からお話をしていこうと思っております。そして2週目なので、このコーナー、探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵社若梅秀隆さんご担当いただきます。若梅さんからは浮気のリアルな現場事情を
お話ししていただく予定です。楽しみに待っていてください。さらに全国で占い講座が大人気です。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定もありますよ。今週ね、14日がセプテンバーバレンタイン、聞いたことありますか？セプテンバーバレンタイン、9月のバレンタインということで、2月のバレンタインデーに恋が実った女性が半年後、飽きちゃったな、あ、それこそ蛙化現象かもしれないですけれども、この日に別れを切り出すっていうのがこのセプテンバーバレンタインなんだそうです。半年って確かに相手のいろんなことが分かってきて、ちょっと気持ちが落ち着く時期かもしれないですよね。セプテンバーバレンタインに相手に嫌われないようにする、こんなテーマで八雲先生にはお話をいただきます。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、各コーナーを担当してくださっている先生へのご質問もお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週は現代ビジネスから。不倫に求めるもの、実は男性と女性で全く違っていた、離婚の経済学ということで、統計調査が明かす夫婦のリアル、講談社現代新書から発売されております。離婚の経済学、愛と別れの論理という、この書籍からですねピックアップされた情報をお届けしようと思います。年間21万件、離婚率 1.68%、 これが今の日本の離婚事情なんだそうですね。離婚って一言で言ってもたくさんのことがあると思うんですけれども、この離婚につながる一歩手前にあるのが不倫なのかなと。この不倫なんですが、経済的な地位によって求めるものがどうやら違ってきていると。この不倫の話をすると大抵ね、男性側だけにフォーカスが当たることが多いんですけれども、じゃあなんで女性、妻側にも焦点を当てていくのか。これはどちらかが働いてどちらかが家を守るというような、これまでの家庭の在り方、夫婦の在り方、こういう時代ではなくなってきてますよね。女性の社会進出と所得が高くなった現在、夫そして妻それぞれに着目して不倫行動を分析していかなければならないと、この書籍の中では解説をしてます。まず所得のバランスを見ていきましょう。2015年の研究でデータ化されているものなんだそうですが、夫婦それぞれの所得のバランスと不倫の確率について、このデータによると、夫の所得が高ければ高いほど、また夫より妻の方が稼いでいれば夫が不倫する率が高まるんだそうです。じゃあ同じぐらい稼いでる場合はどうなのというと、夫が不倫を行う可能性、確率は 2.2%、 妻が夫の所得に頼って生活をしている専業主婦の場合に妻が不倫を行う確率は 3.1% である一方に対して、専業主婦、夫の専業主婦である場合に夫が不倫を行う確率は 7%。 この 3.1% だったり 7% だったりっていうのが
高いのか低いのかはちょっとなんかここの場では言えないんですけれども、夫婦仲の良し悪しが不倫の発生理由には関係がないという結果も得られているんだそうです。ただしかし、夫の収入が上がるまたは妻の収入が夫よりも高くなる場合に不倫が発生しやすいという、これは分かってる話。現在いろいろなアプリで漫画が無料で読めるサービスってたくさんあるじゃないですか。私も利用しているんですけれど、この中で不倫をテーマにした作品ってめっちゃめちゃ多いんですよね。それが女性向けに発信されてるんですよ。で、無料で読める、かつそのセックスシーンがないってことは、これ小中学生でも読めるんだよねって思うと、こういう不倫の文化が当たり前に私たちに根付いているんだっていうのが子どもの頃からデフォルトになっていくと将来どうなるんだろうなっていうのはちょっと個人的な不安を煽られるところではあるんですよね。なんかこうネガティブ要素を美化しているような漫画っていうのが多く見受けられて、ちょっと個人的にはそこを不安に思ってるなんていう、そんな話です。さて、不倫に何を求めるのか。男性は数を、女性は質を求めるんだそうです。これは論文が出ているんだそうですね。この論文によれば、男性は子供の数を増やすべく不倫をし、女性は子供の質を高めるべく不倫をするものだと位置づけられているんだそうです。男性は自分の妻よりも若い女性、女性は自分の夫より高学歴の男性と不倫する傾向があると、この論文では明らかにされているんだそうです。女性だったら自分よりも若い人に夫の目が向くなんていうのは、なんかふっとご情報としてそうだよねって入ってくると思うんですけれども、じゃあ男性側が自分よりも高学歴な男性に自分の妻が心惹かれたっていう時にどんな気持ちになるのかなっていうのは正直聞いてみたいなって思いました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命合同心理学 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギルワンで放送中です。お聞きください。
毎月2週目は探偵サプリ、 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんにご担当いただきます。今週は、いやー、事実、はい、浮気の現場の話を持ってきてくださいました。それでは若梅さん、よろしくお願いします。こんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいております。で、今回は探偵が教える驚きの浮気現場ということで、やはりいろんな浮気調査受けて、実際調査をやってですね、結果報告を見たときにこのような内容になっていたんだと、ちょっと驚くような事例なんかがありますので、今回その3つの事例をお話しさせていただきたいと思います。まず1つ目はですね、やはり浮気調査として旦那さんが対象者で、依頼者さんは奥様になるんですが、浮気の疑いがあり、帰りなんかも遅かったので泊まりがあると、でピンポイントで調査を行いたい、実際その旦那さんを追っかけてですね、尾行し、やはり浮気相手と接触で、食事なんかをした後、シティホテルですね、そちらの方に2人で入って、宿泊、部屋も一緒に入っていったので、そういった不定を、証明であったりとか、不定の事実感を取って、でその後浮気相手女性ですね、そちらのマークに切り替えて、所在判明として、イケアに入っていったんですけども、所在が判明したと。でその報告を依頼者様に見せたところ、依頼者さんの顔が非常にこわばって、実際その相手ですね、実は依頼者様の妹さんだったと、実家の方に入っていったということなんですね。非常に自分たちで調査している時分からなかったんですけども、まさか妹さんが浮気相手だったと。で、その内容を聞いたら、もう離婚および慰謝料請求、その妹さんに関してはもう、絶縁状態ですね。そのようになってしまったっていうちょっと事例です。で、また2つ目の浮気調査の事例はですね、やはり旦那さんが対象者で、帰りがやはり遅く、非常にジムなんかスポーツクラブなんかを通っていると。で、その間に帰りが遅いんで浮気があるんじゃないかということで調査を続行。で、実際その旦那さんを追っかけたらですね、予定通りジムの方に入っていったんですけども、1、2 時間して出てきたら、男性の同僚っていうか、仲間ですねと一緒に出てきて、食事やなんか飲みに行くのかなと思ったら、なんとその旦那さんとその友人男性ですね、急に手を組んだり、手をつないだり腕を組んだりと、あれと。で、そのまま2人でホテルに入ってしまったと。要は旦那さんは同性愛者だったと。で、依頼者さんそんなこと全く思ってなかったので、調査報告を聞いてやはりショックを受けて、そういったところもちょっとしっかり真剣に話し合って今後先を検討したいというような驚きな事例でした。で、あと最後に番外編としてですね、浮気調査を行ってやはり帰り遅いからと言って調査を行ったところ、勤務終わりから旦那さんをマークしたんですけども、牛丼チェーン店ですね、そちらの方に入って裏口から入って、なんとバイトをしていたと。バイトで 4、5 時間ぐらいですかねやって、それで帰り遅く帰ってきたと。で、依頼者さんとしてみれば浮気してるんじゃないかと調査をしてみたら、まさかバイトして、家族のため、家計のため、お小遣いのためなのかもしれないですけど、ちょっとその状況を聞いて、ショックっていうか、なんで私こんな調査しちゃったんだろうと。ただその事実感をしたので非常に良かったというような事例がありました。今回は、探偵が教える驚きの浮気現場とお話しさせていただきました。探偵依頼の相談などは MJ リサーチで検索してください。また MJ リサーチ公式 YouTube もご覧になってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後の一つ、大どんでん返しでしたね。ただただ帰りが遅いからって疑うばっかりが、愛じゃないんでしょうね。でも事実を知って自分がどうそこから変化を起こしていくかということが、この調査に一番求められるスキルなんだと思いました。
若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵、 MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもぜひご覧ください。全国で占い講座が大人気です。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。セプテンバーバレンタイン、別れを切り出されないように気をつけたいこと編です。気をつけましょうね。それでは今週もセクシーに気をつけましょう。おひつじ座、行き当たりばったりのデートプランはもう飽きちゃった。どこか温泉街の旅館でしっぽりしちゃわない？おうし座、あなたのデートはグルメで嬉しいけどカロリーも気になるのよ。たまにはボウリングで玉転がししてみたいのよ。双子座、最新のスポットばっかりで追いかけるのは疲れちゃった。この週末はカフェでゆっくり将来のことを話さない。ガニ座、お家が好きなのはわかるけど、いつもお家だとどうなの？3連休はドライブで遠出しましょう。獅子座、お仕事が大変なのはわかってるんだけど、ちょっと愚痴りすぎ。それよりも私に愛のささやきしてくれない？乙女座、マメなのは嬉しいんだけど LINE 多すぎよ。会ってる時に見つめてくれたらそれで十分嬉しいの。天秤座、気を使ってくれているのはわかるんだけど、それって疲れない？たまには強引にベッドに誘ってもいいのよ。サソリ座、会ってすぐにセクシーなことばっかりじゃ私って愛されてないの？気候もいい時期ね。一緒にグランピング行きましょう。いて座、計画を立ててくれるのは嬉しいんだけどちょっとハードすぎるの。週末はお部屋で縛ったり叩いたりしてみない？エッジを。ヤギ座、いつも私の話をしっかり聞いてくれてありがとね。でも今夜はあなたのしたいことを私が受けてみたいの。水瓶座、優しいあなたが好きよ。でも本当に私のことが好きなら今夜は激しくしてほしいの。わかる？魚座、はっきりしてくれないといろいろ困るのよ。私の左手の薬指の号数知りたくないの？占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。愚痴っぽく言おうかなって思ったら
意外とまとまってしまいました。八雲先生ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングの時間となりました。来週3週目になります。来週ゲストさんお呼びしているんですね。これから女性向け風俗にチャレンジするという男性セラピストの方をゲストにお招きしております。ひょんなご縁から出てみませんかというお話をさせていただいたんですけれども、この女性向け風俗のセラピストになったきっかけというところをフォーカスしてお話を聞いていこうかなと思っておりますので、楽しみにしていてください。さて来週なんですが、山梨へ伺います。9月20日水曜日朝6時から身延藤川純倫理法人会にて講話をさせていただきます。元セクシー女優が背負った使命というタイトルでお話を1時間させていただきますので、朝早いですけれどもね、ぜひ小室ゆりに会いに来てください。お待ちしております。そして午後なんですけれども、こちらは長野県に入りまして、八ヶ岳にありますカフェイオリクー、カフェイオリクーというところでお話し会をさせていただきます。カフェイオリクー、時間は13時から15時です。参加費こちらはリアルですと1600円、カフェぐらい込みです。オンラインでも開催いたします。オンラインは1100円となっております。詳しい詳細は小室よりのツイッターご覧ください。小室よりフェイスブックインフォメーションでも情報発信しております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室よりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで柳原バーナ演芸集団、 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと不釈かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。幸福の度合いは自分がどれだけ幸福になりたいかで決まるのだ。アメリカ合衆国第16代大統領アブラハム・リンカーンの名言です。今幸せだなって思っている私たち、自分が望むだけの幸せの量をもらっているんだなと思います。幸せになりたい、そう願うこともとても大切なことですよね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたに